選挙中のアイリット・ディパヌ・サンタラ・アイリットは、インドネシアメダン出身の政治家、共産主義者。日本語では、アイジットとも表記する。1953年に、インドネシア共産党書記長を務め、1959年には、インドネシア共産党議長を務めた。しかし、1965年9月30日に起きた9月30日事件に、関わって失脚。 同年11月22日に、ジャワ島で軍隊に射殺された。1923年7月30日に、インドネシアスマトラ島のメダンで、農園労働者を家族に持ち、出生名を、アフマット・アイディットとして生まれる。ジャカルタの商業高校在学中に、インドネシア独立運動に参加し、1939年、民族意識に目覚めた父に、眼化されて、 青年アジア連盟に加盟。翌年の1940年にはインドネシア人民運動にも加盟し、若くして政治運動に取り組んだ。日本軍の支配下に置かれていた頃は、海軍の前田忠氏がジャカルタの海軍部官府に創設した独立養成塾で政治教育を受けた。1943年にインドネシア共産党へ入党し、同国出身の政治家。 ハイルル・サレイや、アダム・マリク、スカルノや、モハマッド・ハッタラと知り合った。特に、アイディット、サレイ、マリクらは武装放棄による独立を主張し、1945年組と呼ばれた。なお、名前を、アフマット・アイディットから、ディパノ・サンタラ・アイディットに改名したのもこの頃である。1945年8月17日に、インドネシア独立宣言が宣言された後、 1947年にインドネシア共産党中央委員に任命された。若手指導者として頭角を表すアイディットだが、1948年9月18日に起きたマディウン事件により、インドネシア共産党は幹部を多く失い、壊滅的な被害を受けた。インドネシア共産党は徐々に回復し、1951年にアイディットは中央委員初期を務め、 1953年には初期長となり、党の主導権を得た。1955年の選挙では、第4党、1957年のジャワ地方選挙で、第1党まで成長する。1959年に、アイディットは、インドネシア共産党の議長を務め、1961年には、スカルの内閣へ入閣。主に親北京路線を取り、北京イコール、 ジャカルタ数軸の形成に尽力した。しかし1965年9月30日に9月30日事件が勃発。アイリットは地下に身を潜めたが逮捕され、脱走を企てたために、同年11月22日にスハルト政府の軍により射殺された。ありがとうございます。